下の軽い感じで気持ちで、はい、よろしくお願いします。はい、まず最初の質問なんですけれども、監督さん今回がデビュー作というふうにちょっとしておるんですけれども、まあ特にその今回の作品で意識されたこともしくはまあ監督さんの中で一番こだわった点っていうのをちょっと聞かせてください。またなんか、そうですね、まあコンテを書いたことはコンテ演出みたいので、まあ、前に1本、30分ものをやってまして、まあそれがあったんでね、今回も、まあ、今回はまあその作品一本っていうところで、トータルになんかシナリオからその関わって話を作るっていうところからやって、最終的にまあフィルムまでっていう非常に長い道のりだったんですけども、その中でそうですね、気にしてたのはその一つの作品としてきちんと、70分なり80分なりっていうのを一本の作品としてなんかこうまとめるっていうのがやっぱり、初めてでしたし、それをなんか気にしてはやっていたような気がしますけどね。なんかすいません、なんかあんまりまだ頭がうまく回らないんで答えになってないようですけどね。そうすると結構エネルギー的には使った。そうですね。なんか話を作るとこから始めて具体的にそのじゃあ、この子はじゃあどういう部屋に住んでいるんだっていう絵を描いたりっていうところからみんなやってたんでね、そういう細かいところから大きい全体の構成までっていうのは ついなんかね、目の前の作業になんかその集中してしまうんで、常にその全体を見るっていうのが、難しいなっていうのがありましたけどね。その一カット一カットね絵描いてくるんで大変でしたね、それは。やっぱり作画力入れてたように思うんですけれども、そうですね、いや作画だけ力を入れるとかっていうことではないと思うんですけど、もう少しそのこのシーンはすごいぞとかこの作画を見ろっていうそのやり方じゃなくて、作品の流れの中で、見れたらいいなという、だからもうちょっとなんかシーンを取り上げてどうこうっていうよりも、まあ80分ぐらいだったのかな、80分で、なんか一つのことを言いたいなっていう、ついなんかでその派手な作画とかに行ってしまいがちなことがよくあったりするんですけど、まあ、今回はそういうことよりも全体の流れとか、そっちの方を重点的にやってましたけどね。それからストーリー的に結構80分通しでガッと見ると、いろいろ見てる人が考えるっていうか、例えば、現実のそのストーリーがあって、それからまあ美馬自身の葛藤があって、でさらに、まあ、バーチャル美馬がこう出てきたりしますよね。その現実と非現実がこう裏表というか、その場面場面で果たしてこれは現実なのかという美馬の中の葛藤なのかで、バーチャル美馬が出てきたりという、その、なんていうんですかね、境目っていうんですかね、なんかそれをこう結構パッ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 という感じで、あ、これは現実だったんだ、あれそうじゃないのかなっていうのを結構見てて考えたんですけども、そうですね、そういうのはシナリオの段階から、そういうのが売りというか、そういうことをやりたくて、ね、手法的にも、わざと分かりにくくしてるところもあることはありますね。ただどうなんだろうな、そんな見ててわからないっていうことはないんじゃないかなっていう気はしたんですけど、まあもうちょっとね、最初のそのシナリオだったり、最初に考えたコンテではもっとなんか説明的なっていうか分かりやすく見せなきゃと思ってたところがあったんですけど、まあいろいろ初版の事情で、当初予定したものをなくすとかね、そういったことで、多少分かりにくくなってよかったなと。もうちょっと不親切でもよかったんじゃないかとなっていうのは思いましたけどね。説明しすぎかなっていう、ちょっとなんかね、見てる人が困るようなものにしたかったんですけどね、なんか親切になっちゃいましたね。あとまあそういうストーリー、なおかつ結構カット割りも凝ってカット割られてたような気がしたんですが、やってる本人にしてみるとこれが凝ってんだかその凝ってないんだかっていうのはあんまりよくわからないんですけど、自分なりのスタンダードっていうかね、そういうのを普通に、呼吸とかそのいわゆる文体みたいなもんなんでね、それはなんか、普通にやってるっていうだけなんですけどね、そんなにあんまり凝ったことをやった覚えは、ないと思うんですけどね。その割には、まあ、作画に負担をかけてる面が、あるのかもしれないですけどね。要はこう部屋の中に誰かが一人いるっていうのを普通に描きたいってそうあるように描けたらいいなと思ってやってたんですけど、それが一番難しかったかなっていう気がしますけどね。監督さんの中でこの作品、まあ多分頭の中で実写に置き換えてる、当然置き換えてると思うんですけど。いや、そんなことないですね。それはないです、ね。実写っていうのは全然、別に頭の中で何か作る時にそんな出てこないんで、まあもともと絵描きなんでどうしても日本語で物を考えるようにね、こういうのでもやっぱり絵で考えてるとこあるんじゃないかな。よくなんかその実写みたいなって言うんだけど、あんまりそんなことないと思うんですけどね、僕。制作過程の中でいろいろあって、例えば、まあ、声優さんの絡み、まあ、アフレコ等々なんですけれども。そうですね、ありますね。例えば、まあ、主役の妙やった岩尾さん、今回主役でということで、その辺いろいろどうですかね、キャスティング的なこととか。どうでしょうかねっていうね。まあキャスティングはなんか僕ほとんどそういう声優で、あの声をやってたのが誰でとか具体的に名前って全然知らなかったんで、ほとんどそのテープで、サンプルというかオーディションのテープとサンプルテープから。まあ、ここで作業しながらそれを聞いて、選ばせてもらったんだけど、やっぱりそんなになかなかね思ってた通りの声があるわけでもなくて、その中でねやっぱり消去法ってわけじゃないんだけどね、これじゃないよなっていうところをこうやっぱり外してて、最後にね、だんだん何回も聞いてるうちに、自分の頭の中で一応キャラのその顔と、声がまあ一番一致したあたりをというつもりではあったんですけど、ただ岩尾さんに関してはね、なんか一番なんかその候補の数も多かったんですよね、主役で。で聞いてるうちに誰でもいいような気もしてたんだけど、こうやっぱり何回か聞いてるとね、こうぴょこっとこう飛び出して聞こえるっていう感じがあったんで。どういう役をやってた人なのか全然知らなかったんですけど、この人がいいんじゃないかなっていう、それがたまたまなんか、人気のある方だったらしいですけど、あんまりだからそういうのって知らないんですよね、僕。だからすごいいい加減なこと言ってますけどね。まあ、この作品に通して、訴えたいことっていう、訴えたいことですかね。なんか訴えようっていう気はないんですけど、なんだろうな、そのさっきもちょっと話は出てたけど、そういう現実感の喪失っていうか、それをなんかこう今足元が危うくなってて、まあ、今回だとその劇中劇と、バーチャルっていうのと、一応現実として語られるものっていうのがあって、まあ、それが交錯していくっていうところで、その自分がどこに立っているのか、現実感を喪失していく感じっていうのを、まあ、ちょっと書いてるんですけど、それでだからそういったものを、なんでしょうね、自分の中でこう超えて、私はここにいるっていうことをこうきちっと取り戻す。そのためには誰の助けも借りられなくて、自分で乗り越えるしかないっていうような、そういったようなことなんじゃないかな。訴えたいっていうかね、こうある時期不安定な、例えば社会人としてこう出てったりしたって、こう最初はね、なんかいろんななんかこう一人暮らしでの刺激とかね、自分は働いてるんだみたいな実感でなんかこう何年かは済むと思うんですけど、やっぱりその後で何のためにそういうことをやってるんだとかっていうような、いろんななんか不安感だのなんだのっていうのが来ると思うんですよ。でなんか日常の些細なことですらなんかうまくいかなくなっていくっていう、こう小さなことが積み重なっていって、非常にこう気持ちとしてダウンしていくっていう、それをだから乗り越えるっていうのは、ちょっとやっぱり必要で、そういうのをやりたかったんじゃないかな。なかなかねちょっと難しいんですけどね、それを言えって言われるのがね。それではですね、まあ今回この作品を終えまして、例えば次回こんなようなものやってみたいですか？例えば、今後やりたいものとか、最終的にどういったものをやりたいとかという担当のビジョンっていうのは。そうですね、なんかねその個人の中でその分裂しちゃったものとか、まあ、今回もそうなんですけど、そういったものを自分の中で再統合するっていうかね、全く人格というと大げさですけど、要はそういったものを統合していくって、より確固とした自分を作っていくっていうようなところにやっぱり興味があるんで、きっと何やってもこのテーマが出てくるんじゃないでしょうかね。いつもその自分の中で、まあ、普通に暮らしてて、いろんな問題、例えばジュースをどっち買おうかなっていう問題から、もっと大事なこの仕事をどうするかとかっていうような、もっと重たいところまでいろいろこう物事をその決定していくっていうのがありますよね。どんなところでもそういう、どうするんだっていうその決定を下さなきゃいけなくて、その時にねいつもまあ選びはするんだけど、もうこっちだと思ってそれが正しいと思って進んでいくんですけど、いつもこう考えても考えてもこう2つ残るんですよね、自分の中にね。で どっちの側に立ってこうなんでしょうね、ものを考えてってもどっちでもいいような気がする。なんか疲れるぐらいに考えてってもどうしてもその2つのことが残るっていうことが多いんですよね。それをやっぱりもうちょっと自分の中で、ぶれないようにこう1つのものっていうのを出したいなと、なんか、あんまりなんか残してきたもう一つのことにちょっとやっぱりとらわれることが多かったりするんでね、ちょっとなんかその決断力っていうかね、そういったものが、あるといいな変な話ですね。まあ、なんかだからそういった、いつもなんか割り切れずに残る2つっていうものをきちんと統合していきたいな。それはなんかいろんな形で出てくるんでしょうけど、今回だとまあそれがバーチャルのみんなだったり、そのまあ、過去の自分ですよね、あれがね、そっちの方が良かったかもっていう迷いがやっぱりああいうものを生んでるんで、いやそうじゃない、選んだこっちの道を選んだ自分が正しいんだって、それを信じたいっていうところでこう。乗り越えていくというかね、今回の話がそうであるように、自分のテーマがやっぱりそういうところにあるんだろうと思うんで、例えばそれが SF であろうが時代物であろうが、きっとなんかそういったテーマっていうのが顔を出してくるんじゃないかと思うんですけどね。特にね、なんか今まだこれが終わったばっかりだという話はしていいんですよね終わったばっかりでなんかあんまりちょっと不抜けな状態になってますけど、そうですね、もうちょっとねこれでやりきれなかったところをやりたいなっていうのはありますね。なんか突っ込んでくれると嬉しいですけどねもうやっぱりお話をお伺いしてて、やっぱりなんていうんですかね、端々に、そう言われてみればそういうところがポッと出てるなっていうのは、そうですねなんかたくさん質問があると楽なんですけどね体は聞いたんですが、石原さん、他にもうちょっと聞きたいと思います。いいですか？いいです。今回私土曜日からファンタジアの方に、フィルムを担いで持っていくものなんですけど。あ、そうですか。それはご苦労様です。多分皆さんも日本語のラッシュって言いますか、フレーマスターテイクバージョンだよって言って送ってるんですけれども、もう非常に待っていただいてるんですよ。すいません。いやそういう意味じゃなくて、素晴らしいということで、もうエクスクラメーションマークが5つぐらいついてて、ここまですごいものだと思わなかったよと、もうコングラチュレーションズなんて今日の朝もファックス入ってましてね。ああ、エクスクラメーションマーク5つの横にハテナって言ってた。そうだ、今お聞きいただいたような監督さんがどんなことを訴えたかったのじゃんでしょうかみたいなことを聞かれると思うんですけれども、やはりその一人の少女がですね、自分を確立していく姿っていうのを一番私の方でこう口頭でですけれどもお伝えするっていうのがよろしいでしょうか。それはなんか一番伝わりやすいところじゃないでしょうかね。なかなかちょっと説明するのは僕もなんかうまい言葉が見つからないんですけど、そういうことだと思いますよ。それと先ほどですね、もうちょっと不親切で、もう良かったんじゃないかというようなことをおっしゃいましたけれども、というのはこう見る人の側によって、こうなんていうんですか、解釈に幅を持たせるといいますか、想像の余地があるということなんでしょうか。そうですね。だからなんかこう全部解決したり見せちゃったりすると、つまらなくなるっていうか、僕もだから人のをこう見てて、そういう考える幅のない作品はこう見終わった後に完結しちゃうんで、映画館に行ってダーッとこう話が始まって、クライマックスが来て、ああよかったなと。で見終わって、じゃあ飯でも食いに行こうかっていう、もう映画のことはどっかに行ってしまうっていうのってやっぱりつまらないんで、見終わった後にさ、あそこってさ、あれどういうふうになってんのっていうような、何でもいいんだけど映画についてその話ができるとか、そういう映画の方がやっぱ好きなんで、自分でもまあ、できることならそうやってもう一回見たくなるような、見た人が全然なんか人それぞれで捉え方が違うっていう方がいいんじゃないかなって。もうちょっとね、その不親切っていう言い方も、その言い方も不親切なのかもしれないですけどね、まあよく言えば見る方に判断を委ねるところが、その余地を残しておかないとつまんないんじゃないかなっていう。あとですね、多分もちろんレックスの側の人間、このこと言ってまたレックス物申すとおっしゃられるかもしれないけども、よく言われるんですけれども、どういう人を対象にね、メインの対象に考えておられますかって言って、私どもはアダルトオリエンテッドアニメーションなんて勝手に作りまして、要はすいません、一応アダルトなんですか、ヤングアダルトオリエンテッドアニメーションですか。オリエンテッドアニメって言いますのは、今まででしたらアニメイコール子供向けみたいなのがあるじゃないですか。ディズニーのアニメーションでも割にファミリーエンターテインメントですよね、子供を連れて見に行くみたいな、そうではなくって、もうちょっと大人の層、例えば今おっしゃったような、人としてこう成長していく段階にいろんなことが起きて、それを乗り越えて自分を確立しなければいけないんだよっていうことが分かるのって、子供には無理ですよね、ある程度こう大人になってないと。そうですね。そういうのも含めまして、大体例えばどの対象というのは監督さんの中ではあれになりますでしょうか。いつもなんか作品に関わるときに、別に自分の漫画も描いてきたし、他のアニメーションでスタッフとしていろいろやったりもしてますけど、どれやっててもそうなんですけど、最終的に自分の見たいものっていう、いつもだから、どこかにいるであろう私みたいな人間というのがいつもあるんで。だから20歳の時に何かを書けば、それはやっぱり20歳ぐらいの人間を相手にして作ってるっていうところがあって、それ以外にやりようがないんですよね、自分としては。だから子供向けに作ってくれって言われてもちょっと困るなっていう。今はだってこう自分を対象にっていうと変ですけど、そういうふうにしかなんか思ってないですけどね。だから今回もどの辺をターゲットにっていうのは、最初からなんかシナリオをやる段階からそんな話は出てたんですけど。アニメファンじゃない人かなっていうあんまり普段そのアニメ見ない人っていうのに見てもらえたらいいんじゃないかなと思ってましたけどね。年齢的にはね、例えばそれを、16、17の頃は見て、じゃまだわからないとかっていう話はもしかしてあるのかもしれないけど、自分が16、17だった時ってよくわかりもしないものを見てやっぱり面白がってたんでね、それはなんか区切ってしまう必要はないと思うんですよね。で、こっちがこうやりたいなってこういうふうに思ったっていうことを出して、それは受け取る側がその分からなかったでもいいし、すごく面白かったでもいいし、何でもそれは受け取り方はそれぞれでね、全然構わないんで。まあ少なくともね、3歳児4歳児に向けて作ってるわけじゃないんでねそうですね、私どもはアニメっていうだけで見ないっていう、そうですよね、そういうのもありますよね。で、こう何て言いますか、そういう実写だったら見るけどアニメはいかないっていう層も取り込んでいけるようなプロモーションということで頑張っていきたいなと思ってるんですけれども、頑張ってくれると嬉しいですね。はい、もうこれだけ素晴らしい作品を上げていただきましたので、あとはもう私どものそれが使命だと思っておりますので、世界でもとっていけたらいいなというふうに思って今回の映画祭とかも、はい、そうですね、まあ評判っていうか、何も知らない人が予備知識なしで見てね、どういうふうに思うのかっていうのはやっぱりちょっと興味があるし、なんかその、なんでしょうね、こう、まあ他の作品のことを言っちゃいけないのかもしれないけど、なんか何も知らない人が見始めて、要するにこういう例えばアイドルみたいな文化っていうのはこんな感じのものがあるんだっていうことから、きちっとなるべくこう知らない人にも分かるようにはある程度作ったつもりなんだけど、それがね、どの程度受け取ってもらえるのかなっていうのは多少気になりますけどね。そんなだから僕もこの作品で関わってなんかいろいろなんか見たりするまでは、そんな文化があるなっていうことすらやっぱりよく知らなかったんでね。そうなんですか。知りませんよ、そんななんか言っちゃ悪いけど、なんかこう売れないもうアイドルみたいなのを必要に追っかけてる連中がいたり、そこでなんか同人誌作ったりして盛り上がってるっていうのは、じゃあうすうすとね、なんかいるんだろうなっていうのはあったけど、そんなによく知らなかったですからね。それをだからある程度そういう文化っていうのをこれ紹介しないことには始まらないところがあるんで、そういうとこからね、こういろいろ自分も一緒になってなんかこう知っていくっていうところもあったんですけど、そのテレビ局の、例えばテレビ局っていうか撮影所とかって、まあ時々ねドラマのメイキングとか出てきますけど、そんなになんかよくわからないって、わからない、自分もわからないもんだから、やっぱり人にもある程度こう見せないと説明にならない、説明っていうか、その話をこう見ていく上で最低限のなんかこう情報みたいなものはきちんとやらなきゃいけないなと思ってたんで、そういったなんかこう見たことないものをこう書いていくっていうのは大変でしたね、やっぱりね。調べて書いたり、普段身の回りにあるものとか、そのこうやってなんでしょうね。SF みたいにしてこう全部作っていいっていうんだったら、それはそれでなんか、家計もあるのかもしれないけど、どこまで省略していいかもよくわからないような状況で、その撮影所の中なり何なりっていうのを書いてくるっていうのは、例えばラジオテレビでもそうなんだけど、そういうのがなんか一番大変だったような気がしますけどね。そこ抜いちゃうとなんか、要するにそこにいてなんか芝居してるキャラクターたちはなんか全て希薄になっていくような気がして、そのまあ場所っていうのには結構こだわってやってたような気がしますけどね。なるほど。ごめんなさい。監督の中ではいろんな登場人物いますよね。で、私なんかやっぱり女性ですので見ると美馬ももちろんこう思い入れが入るんですけれども、なんかルミちゃんも哀れだなっていう感じが、私なんかするんですけれども、監督さんではやっぱりどのキャラクターに一番思い入れが強かったでしょうか。思い入れですか。あんまりキャラクターに思い入れしない人間なんですけど、ね。あ、そうですか。やっぱりちょっとルミっていうのは興味深いなっていうところがありましたけどね。ただなんかなんであの女がそうなったかっていう、書かなかったつもりなんですけど、それはだからね、そういうあたりを、まあ、見てる人が勝手に、想像してくれるといいかなっていう。あれもだから一言だけなんか、まあ、ルミっていう人間も昔はちょっとアイドルだったかもっていうようなセリフが一言あるだけで、あんまりないんですよね、説明、あの女の背景とかっていうのは。ただなんかいそうだなっていう。今回に関、そうですね、今回だからキャラに関してはね、なんかこう、いそうなやつっていうのはなんか随分念頭にありましたけどね。ただいそうな、現実にいそうな、現実にいそうな、ただそれは、リアルに書くっていうのとはちょっと違うと思うんですけど、エッセンスをやっぱり詰め込んだ、なんか例えばマネージャーっていうか、田所の役っていうのは、実際にまあそういうのがいるかどうかわかんないですけどね、なんかこうみんなもこう見た時にこう、なんでしょうね、あ、こういうおっさん見たことあるって思わせるような人間だといいなと。でそれはなんかところどころうまくいっててよかったなと思いますけどね。内田っていうやつにしても、あんな顔の人間そうそういるとは思わないんですけど、あ、なんかそれ電車の中でいたああいう気持ち悪いのみたいな、なんかそういう、こう見たまんま、絵で描かれたものそのまんまっていうんじゃなくて、それを見た人が自分の中で、あ、そういえば私の人生の中でこういうのが、いたかもしれないとかっていう、こう喚起させるものであればいいなっていう気がしましたね。キャラそのものですね、かわいいだの、かっこいいだのとかっていうじゃなくてね、なんかこう見てる人が、見る人によってそのもっとその受け取り方っていうか、まあ、リアルにその人の中でリアルにこう見えるっていうかね。それを伺いいたしますと、先ほどその絵でね